映画に戻ります。小林直樹ベタ褒めに照れ笑い。現在開催中の東京国際映画祭で特別招待作品に選ばれたインターネット配信オリジナル映画アースクエイクバードの記者会見が行われました。皆さんこんにちは。今日は本当にありがとうございます。監督のウォシュウォシュモランドです。よろしくお願いします。 Hi everyone。 逆ですね。今本当に2人が日本語で挨拶してくれたことを日本人としてなぜか光栄に思いました。1980年代の日本を舞台に日本人写真家と恋に落ちた外国人女性が友人殺害の容疑をかけられてしまうサスペンスミステリー。 No. So let's not pretend to be. 直樹さんの英語力について共演者のアリシア・ビ・キャンデルは、You made like that transition so fast. I saw what you did in those few months and I was kind of blown away. I know that we were a lot of people on set talking about that, you know. And then you're also very generous.